相当なミラノ。マリアベル様、お待ちしておりました。こちらの席でよろしいですか。ええ、ありがとう。さあ、座ってしまいましょう。え、さすがにちょっと緊張してきたわね。ああ、ここにいたのか。一人みたいだけど、さっきの喧嘩は結局どうなったんだ。なんだかんだで元のさえも収まったみたいだ。それで僕も晴れてお役御免になったところさ。そうか、よかった。お疲れ様。面白い方とお知り合いみたいですね。ああ、僕の名前はワジ。ワジ・ヘミスフィアの IBC 総裁のお礼状、マリアベル・クロイスさんだね。お会いできて光栄だよ。あら、規制を制されてしまったわね。ワジさんと言ったかしら。よかったら近くに席を用意してもらいましょうか。いや、それには及ばない。実は少々そちらの彼らに伝えたいことがあってね。え、窓から裏庭を見下ろしたら犬が何匹も眠っていた。本当か？犬というと例の軍用犬のことみたいね。でも眠っていたって。マリアベルさん、申し訳ないですけど少しばかり席を外します。いろいろと面白いことになっているみたいで、私のことはお気になさらずね。せいぜいあなた方の代わりにオークションでの出品物を見届けた。感謝して。ありがとう。庭に放たれていた番犬が何匹も眠っていた。何を意味してるのかな。ああ、考えられるとすれば、何らかの侵入者が現れた。その可能性が高いかもしれない。なるほど、確かに。いずれにしても何かが起ころうとしている。それだけは確かみたいだね。なあ、念のため屋敷の中を一通り回ってみよう。異変に気づけるかもしれない。
ダメだ。へえ、どうやら一撃こんなことが。とにかくてめえいつの間に現れやがった。我が名は今月の光さすところにどこへでも現れる。ふざけろくたばりやがった。妙な気配がするかと思うが、お前たちも入り込んでいたか。あんた、随分とヤバそうな人だね。察するに巷で噂されてるインドのなのかな。いかにも。テスタの次は、ワジヘミスフィア。妙な気配の一つは、お前のものだったのだ。それ以外にもいるようだ。面白い。それで、僕たちも彼らのように、実力で排除。おい。お前たちを島この場を任せても、面白いことになりそうだ。そちらの奥の部屋にはオークション後半に出品物がある。ヘイユーに流れた情報によると面白い爆弾があるらしいぞ。さらばだ。やれやれ、噂にたがわぬ化け物みたい。やり合う羽目にならなくてラッキーだったけど、どうするんだいロイド。時間がない。奥の部屋を調べてみよう。あいつが言っていた爆弾ほできるだけ急いで。ああ、
クションの後半に出品されるものみたいね。まだ結構あるみたいだけど後半に出るってことはとっておく時間もないことだし、手分けして調べてみようか。ああ、どうやら本当に。このトランクは随分大きいけど、鍵がかかっているけど、このくらい。捜査官研修で習った、まさかこんなところで使うなんて。もしかしてこれがローゼンベルク工房の、まるで本当で、でもこれは、もしかして偶然中に紛れ込んだのか。お父さんとお母さんはどこにいるかわかるかい？お父さん？お母さん？キーヤ、そんなの知らないよ。キーヤ、君の名前は、でも一体誰の？ねえロイド、その子の格好どう考えても招待客の子には見えないんだけど。ああもう、もちろん分かってるけどさどうやらその子が爆弾だったわけだ。ローゼンベルク工房の人形がしまわれているトランク、もしこのまま会場に運ばれてその蓋が開かれていたら。へえ、お兄ちゃんロイドって言うんだ。いい名前だね。どうもで、そうじゃなくて。キーヤ、他に覚えてることはないか？知ってる人とか住んでいた場所とか。何も思い出せないや。とにかく君をこのままにはしておけ。一旦ここを出て。やれやれ、タイムオーバーみたいだね。バカな侵入者だと。出品物を確かめろ。ふっはっはっ。電光石火。ワジ、どうやら覚悟を決めた方がいいんじゃない？このままだと確実に連中に捕まること。わかった。キーヤ、俺たちと一緒に君のことは絶対に守るから。よくわかんないけど別にいいよ。キーヤ、ロイドたちと一緒に行く。いい。動きやすい格好に戻ってくれ。それと外で待機しているランディたちに連絡を。これよりこの子を連れて議長邸から脱出する。分かったわ楽しくなってきたじゃないか。いたぞ、侵入者だ。キーヤ、下がっていてくれ。来るわ。
の番か。任せてくれ。やっは。任せて。やれやれ。この調子でなんとか逃げ切れるといいんだけど。とにかく急ぎましょう。やはりネズミが出やがった。てめえら、狩りを始めるぞ。客はオークション会場に隔離して、屋敷の出口は完全に封鎖しろ。ネズミ一匹逃がすんじゃねえぞ。承知しました。なんかでっかい人がいるね。どうやら正面玄関から逃げるのは無理みたいね。屋内に犬を放っ、なんとか撃退しないと。来るよ。ばあちゃんたち可愛いね。任せてくれ。覚悟はいいか。それそれ。あま
任せてくれ。やっと任せて。侵入者は見つからんのかい。そろそろ招待客が騒ぎ始めておるのだぞ。どうかしばしお待ちを。屋敷は完全に封鎖しました。袋のネズミってやつです。このままでは議長の機嫌が。いいからとっとと捕まえるのだ。絵によっては殺しても。やっぱり正面玄関はダメか。さすがに豪華そうな部屋だ。どうやら先客がいるみたいだけど。おいおい、先に気づくなよな。せっかく驚かせてやろうと準備してたのによ。レクターさん、どうしてここに。おお、これはなかなか。あんたらも随分と面白い魚を釣り上げた。お魚ってキーヤのこと？キーヤ食べられちゃうの？おお、あ
頭っからガブリと人飲みにな。ガオーバクバクバク。しまった、喉に詰まらせちまったぜ。こんな人変な人だね。それは十分すぎるくらい分かってるよ。インといい、 IBC のお嬢様といい、これも君たちの人徳かい。というかあなたも十分変な知り合いでしょう。おいおい、あんたらちょっと和みすぎだろ。もうちょい脱出者としての緊張感を持ってくれないと。いや、いきなりそんな正論を言われても。おい、いたか。右翼は調べた、あとは左翼だけだ。議長の部屋を確認しろ。何グズグズしてんだ。俺がいた場所があるだろうが。迷っている暇はないわ。ご苦労。クセ者が出たらしいが、そろそろ捕まったのか。いえ、ですが時間の問題です。ところでレクター様はどうしたの。ああ、この辺りで変なもの。変なもの、まさか侵入者。おい、出てこいよ、怖がることないんだぜ。くっ、最初から私たちを突き出すつもりで。いや、ね、猫。おお、クロ、そんなに怖がるなって。ほら、うりうり、犬に追いかけられて怖い思いをしちまったか。よし、この黒い連中に一言文句を言ってやれ。騒がせ、失礼する。ああ、そうそう、今思い出したぜ。さっきそこの窓から妙な連中を見かけたんだが、あれがクセモノってやつだったのか。妙な連中、どういう連中ですか。なんかちっこい女の子を連れてたみたいだが、裏庭の方に逃げていったぜ。間違いない、目撃情報。その間に屋敷若頭に。見事。その猫、最初から用意してたんですか。何のことだ。おや、裏庭に逃げたはずの連中がなぜ。本当に助かりました。みんな、一か八か玄関の方に行ってみよう。さっきの誘導で手薄になってるかもしれない。ええ、また来た。俺の番だな。えっと、
の番か。さてと、行くぞ。やれやれ。やれやれ。そしてつい。俺の番だな。やっは。黒い人たちもね。もらった。一気に行こう。いい夢は見られたかい？騒がしいぞ。マルコーニ人。マルコーニ会長。問題ない。このまま脱出するぞ。アリベデルチ。何をやってるお前たち。起きろ。起きろ。ガルシャ、何をやってやる。面白いことになって、しかしロイドさんが抱きかかえていた。よかった。無事合流。ヒヤヒヤさせやがるな。って、なんだその子。通信で伝えたでしょ、女の子を一人保護したって。ねえねえロイド、この人たち味方なの？ああ、信頼できる仲間さ。時間がない、早くここから。そうはいくかよ。やれやれ、読まれていたみたいだね。若頭の指示通り。なるほど。さすがに老いたが過ぎたみたいだ。動力式の重機関銃。しかもラインフォルトも最新式みたいですね。抵抗しても。この間合いだったらあっという間。ねえねえ、もしかしてこれがピンチっていうやつ？なあ、どうやらそうみたいだ。いや、まだみたいだね。やられちゃったよ。え、今のは？屋敷の方から飛んできたみたいだな。どうやら他にも詮索は後にして逃げた方がいいんじゃない？ああ、今ならちょうど水上バスが来ています。とにかく鳩輪に向かうぞ。
駆動。行くぞ。ロイド、お願い、お願い。さてと。他の観光客だっているのに軍用犬を放ってなりふり構わなくなってきましたね。とにかくアーケードを突破して鳩場に向かおう。一般市民が巻き込まれたらそっちもなんとかカバーするぞ。おお、無茶言いやがる。君たちも苦労してるね。メーラを逃がしたら俺たちの方がヤバいんだ。私の番です。私の番ね。そこ
俺の番だ。うん、俺の番だ。やっと。まだまだいける。急いでホテルに避難してください。そこまでは彼らも踏み込んでこないはずです。わかった。もうやだ、ミシュラムなんて来なければよかった。しっ、時刻では騒ぎを聞いて出航を早めたのかもしれないわ。正しい判断といえばそうかもしれないけど、僕たちにとっては最悪の判断だった。いたぞ、追い詰めろ。逃げるだけ逃げるぞ。ボートかなんか波止場に止まってるかもしれない。ああ。ちっ、何にもねえのかよ。ここまでか。やれやれ、てめえらだったとは。ガルシア、ロッシュ、支援家のガキども、ずいぶん久しぶりじゃねえか。道理で見たことのあるガキどもだと思ったわけだ。まさか招待カードを手に入れてオークションに潜入するとは。別に警察の人間が参加しちゃいけないという決まりはなかったみたいですけどね。うん、別に構わない。来る者は拒まず、お得意様だったら大歓迎。しかしまあ正直侮ってたぞ。まさか英雄へと蹴飛びしてここまでの騒ぎを起こすとはな。英雄な、なんでそうなる。インと私たちは何の関わりもありません。気絶した部下の方たちに聞いてみたらどうですか。むしろ侵入していた彼を追い払ったようなもんだしね。そんなの今さらどうでもいい。問題はてめえらが俺たちのメンツを潰したこと。その落とし前だけはきっちりとつけさせてもらわねえと。投稿すると言っても聞いてくれなさそうですね。せっかくの借りに獲物の悲鳴を聞かないってのも縛らねえ話だろ。安心しろ、命までは取るつもりはねえ。歳を考えろよ、おっさん。ついに楽しませてくれ。久々の彼で血がたぎっている、このキリングベアをな。くっ、くっ。覚悟はいいか、小僧ども。さあ、かかってこい。俺の番だな。
ほら。そこだ。捕まえた。地獄に落ちる。
楽しくなってきたぜ。任せろ。ガンナーモードを起動します。任せろ。手こずらせてくれたね。若頭だ、大丈夫ですか。味見だけのつもりだったが、楽しませてくれるじゃねえか。あ、生き返っちゃった。バカな。あのバルドよりもはるかにタフみたいだね。チッ、化け物が。何を脱してやがる、ランドルフ・オルランダー。てめえだって同じだろうな。ランディ。やっぱりそうだった。大陸西部最強の両兵団の一つ、赤い星座。その団長の息子にして、ガキの頃から大部隊を率いて敵を殺しまくった赤き死神。刀身の息子、ランドルフ・オルランド。刀身の息子、赤い星座、有名な両兵団ですね。バレちまったら仕方ねえか。まあそのおっさんの話は大体間違っちゃいねえぜ。刀身の息子って呼び名はヘドが出るほど気に食わねえがな。どうやら訳ありでクロスベルの名が俺の風俗。西風の旅団と赤い星座が昔からの宿敵。今度は対マン勝負でな。行かせ。おい、なん、ここは任せる。このおっさんを倒せたら何とか突破口が開ける。俺のことはいい、とにかくこの場を切り抜けろ。そんな、ダメよ。らしくないです。おお、的な闘技を引き出す両兵ならではの戦闘技じゃ。そうこなくっちゃな。下がれ。すごいね。ビリビリする。このままじゃ。犬っころが。
女、とっとと乗り上がれ。課長。わあ、ボートだ。ナイスタイミングです。行かせるか。てめえ悪いな、おっさん。今回は付き合いなさそうだ。それより、あんたら知ってた人間の子供をオークションに出品しようとしてた。何？この子、出品物の部屋にあった。それが何を意味するのか。何をふかしこいてやがる。あのトランクにはローゼンベルクの人形が。まあでも事実だからね。ことと次第によってはただじゃ済まないんじゃない。やれやれ、妙なことになってるみたいだな。ルバーチェの、改めて話はつけさせてもらう。そっちはそっちで状況を整理しておくんだな。特務支援課撤収。はい。他にボートはないのか。皆さんご清聴、少々はハプニングはありましたが予定も。それより先ほどの銃声は一体何だったのかね。我々を誰だと思っている。ことと次第によっては自治州政府に抗議しますわよ。どうか落ち着いて。使えぬ連中だ。よりにもよって一体どちらへ。少々当ては外れてしまったけど、面白いものが見られたから。行っちまったな。できればもうちょい本格的に遊びたかったな。あの辺りで我慢して。我慢も何も好き放題にやっていたのではなくて。鉄血大将とハルトマン議長の間に作られたパイプ、そのつなぎ役としてはいささか不適切な言動が多かったように見受けられるけど。うん、何のことかね。別に俺は誰かさんみたいに直接助けたわけ。いいのか、あれ。完璧に内政干渉だろう。ああ、あの円月輪はなかなか見事だったわね。院とかいう噂の教師でも現れたのかしら。そう、ま、今回の俺の使用任務はあんたに会うことだ。ロック・スミス機関、キリカ・ローラン室長。さすがに耳が早いわね。帝国政府付き二等書記官、いえ帝国軍情報局所属、レクター・アランドール大尉と呼んだ方がいいかしら。ま、お互いカードはある程度見えてるってことか。そんじゃホテルのラウンジあたりで話すとするか。クロスベルでの諜報戦に関する今後の取り組み。ええ、始めましょう。破壊工作とテロリズムで状況を動かす時代、かつてのような不幸な事故をクロスベルで起こさないためにも。中国を完璧に無視しやがったことは一旦置いておくとして。すみません。問題はその子だな。ことと次第によってはとんでもないことになるかもしれん。だな。
ークションで人形の代わりに出品されるところだったこと。まあ良くない想像ばかり働いてしまいそうだね。まさかマフィアもそこまで愚かなことをしないとは思うけど。それより、キーア、名前以外について何か思い出せたことはある？全然思い出せないや。そっか、困ったわね。そういえば、ランディ。まあ、俺の話はおいおいさせてもらうさ。まだ俺が支援課にいてもいいってんだ。怒るぞ、ランディ。ランディさん、たまに空気読めなさすぎです。ええ、あんまりバカなことを言わないでちょうだい。わあ、ねえ、ワンちゃん、ロイドたちどうしたの？これも一種の青春ってやつじゃない？青春？緊張感のかけらもねえな。そういや俺たち、さっきまでマフィアに追われてピンチ。なんだか実感がない。残念ながら夢ではなさそうですけど。ま、とにかく全ては支援課に戻ってからだ。明日からしばらくの間限界態勢になると思っておけ。手打ちですか？ああ、非公式だが警察本部宛にルバーチェから打診があったそうだ。そうですね、俺たちが駆けつけた時、インはちょうど外からキーヤを運んで中の人形と入れ替える暇は。ってことは、例のトランクが屋敷に運び込まれた時にはすでに入れ替わっていたってことか。そもそも出品されるはずだった人形の出どころはどこだったんすか？はっきりしたことは分からんが、レムフェリア方面の裏ルートから手に入れたものだったらしい。記念祭最終日、つまりオークション当日、屋敷に運び込まれたらしいが、その運び込んだ運送会社も架空のものだったと主張している。そんなバカな。つまり連中はあくまで自分たちははめられた側だと。ま、そういうことだ。真偽のことは分からんが、
連中が必死に弁解するのもわかる。そんな犯罪を平気でやる連中も人身売買の疑いがかかるのだけは何としても避けたいってことか。当然といえば当然だ。犯罪としてはおよそ最悪の部類、絶対に許されない類の重罪だ。そんなリスクを議長はもちろんルバーチェも追うはずが理屈としてはわかるんですが。ああ、だからこその手打ちだ。お前たちの潜入捜査、向こうは不法侵入って言ってるが、偶然保護した少女の扱いもこちらに全てを任せるそうだ。その代わりこの件については自分たちの主張を認める。間違っても遊撃士協会あたりにチクったりするなってか。やれやれ、確かに必死かもな。キーアのことを考えると、曖昧にはあの子がこれ以上マフィアに狙われないことが確約されただけでも納得すべきかもしれませんね。ああ、俺もそう思う。ま、問題なのは肝心のあの子の素性なんだが。ええ、名前以外にはマジで何も覚えてねえみてえだからな。しかしまあ、とんでもなく明るいというか、なんかあっという間に俺たち全員に懐いちまったし。確かにサイトはもちろん課長も懐かれましたよね。まあ、俺はタバコを吸うからあんまり子供には近寄られねえんだが、全然気にしてなさそうだったな。お嬢やティオスケなんかももう夢中って感じみたいだし、今日なんかデパートから服を山ほど買ってきてたぜ。こういう時は女性陣がいてくれて助かるよ。俺たちじゃどうしても行き届かないところもある。それにしても本当に、それなんだが。ランチの時にでもおいおい説明させてもらうよ。
なるほど、一応マフィアの心配はなくなったみたいですね。ただ根本的な問題は残ったままですか。ああ、完全にこっちに丸投げされた形になったな。とにかく肝心なのは記憶と素性についてだけだな。ナーキーや、やっぱり何も思い出せないか。全然。ロイドが口をポカンと開けて目をまん丸にしてたのなら覚えてるけど。ガック、それは1週間前初めて会った時の話だろ。だってその前のことは何にも覚えてないんだもん。そっか。ま、覚えてないってんなら仕方ないな。各方面の問い合わせはどうなっているんでしょう。ああ、それなんだが、駅や空港、門にも問い合わせたが、今のところ該当者はなしなようだ。そうですか。お、どうしたのロイド、お腹でも痛い？大丈夫だよ課長。今日の午後からなんですけど、キーヤを連れて外に出ても構わないでしょうか。何か心当たりがあるの？ああ、一度遊撃士協会を頼ってみようかと思ってさ。え、本気ですか？遊撃士？なるほど。ああ、連中は大陸各地にギルドの支部を持っている。その情報も当てにしてみるか。ええ、頼れるものはこの際頼っダメでしょうか。ま、いいんじゃねえか。警察とギルドは別に対立してるわけじゃねえ。わだかまりがあるとしたらむしろこちらの方だ。案件が案件だし、協力を要請すれば向こうも断ったりはしねえだろう。結構打ち解けられたしな。確かに相談するにはちょうどいい機会かもしれないわ。でもロイド、キーヤちゃんを連れていくってあなた。そのつもりだけど、全員に行くほどのことじゃないし、俺一人。納得いかないわね。ただでさえ一番懐かれてるのにさらに独り占めしようだなんて。え、ロイド様はずるいです。この子と接する機会は均等であるべきではないかと。何の話だ？お前恨まれてんだよ。何しろここ数日寝る時はいつもキーボーと一緒みたいだし。いや、それはキーヤが勝手にベッドに入ってくるからで。なあキーヤ、ちゃんと部屋を用意したんだから一人で寝ないとダメだろ。一緒だとなんか落ち着くんだもん。迷惑だったら諦めるけど。いや、迷惑ってことはないけどさ。ちょっとロイド、何を冷たくしているのよ。あんなことがあったばかりなんだからまだ不安かもしれないじゃない。一緒に寝てあげるくらいの解消は欲しいところですね。俺にどうしろと。当分は一緒にいてやれや。それから外出だが、念のためもう一人連れて行け。ルバーチェからの打診はあったが、一応用心した方がいいだろう。な、わかりました。さてと、
それじゃあ出かけ、東通りにある遊撃士協会に。あまり寄り道はしない方がいいのかしら。いや、キーヤの記憶が戻るきっかけになるかもしれない。用心は必要だけど、ギルド。なるほど。キーヤちゃん、それじゃあ行きましょうか。うん。で、どこに行くの？遊撃士協会ってところだけど、ひょっとしてわからないかな。遊撃士、それってもしかして正義の味方みたいな人たち？なんだ、知ってるのか。そのくらいの一般常識は覚えてるってことなのかな。ええ、そうみたいね。なんで行くか知らないけど、ゾイドとエリーが一緒ならキーは別にどこでもいいよ。出身じゃないのかしら。あれれ、大きな鉄の箱がブロロロって通ってったよ。見るのは初めてな感じか。うん、多分初めて。そっか、あれが車って言うんだ。ねえねえ、ロイドたちは車を持ってないの？らしくなってきたわね。でもやっぱりクロスベルの出身ではなさそうに。ああ、この町に住んでいたら。でも車に関する知識はあるみたいだ。どういうことなんだろう。どうしたの、ロイド。遊撃士の人に会いに行かなくていいの？それじゃあ行こうか。東通りに出ましょう。